島根県磯竹というね、磯竹という場所の、ジーソンに来てます。でちょうどね、出雲と浜田の中間ぐらいの場所なんですけども、今ね、もうだいぶ日がね上がってはきたんですけどね、少し魚系水面に出るというところでね、まあ、ちょっと、まあ、回遊魚は回遊魚、それをジガロマッシュ、これでねちょっと狙っていきたいと思います。早速打っていきましょう。ちょうど潮目がね80メーター90メーターラインぐらいのところ、うっすら走ってて、それぞれにねちょっとだけねもやもやもやっとした反応がね、時折出るといった状況、ね、早速打ってきます、ね、ジガロマッシュ80グラムです。フルキャストした先で10メーターぐらい、潮はそれほど飛んでないです、ね、今日中ということもあってね、少しタックル落としてます。システム自体はね、ロッドは103の XH、 ラインはねメインライン、今転売店の2号入れてます。おやりました、左手餌は小さいかな、追ってる魚もそんな巨大じゃないけどね、今上で始めましたよね。水面少しざわついたところでね、軽くね表層リトリーフ、いやー、ね、少しざざっとしたところで、出てきたのはね、若し、ちょっと稲田までいかないぐらいだけどね、マッシブ、ね、80、一発でしたね。やったー。多分ね、散発的にポコポコと魚出ると思うんだよね、まだね。あー、餌見えるな。イワシっぽいね。もしかしたらちょうどジャストぐらいのサイズかもわかんないですよ。少しだけ沈めます。今ね、餌は上にいるんだけどね、魚自体が少し下です。なんか、あんだけベイトいたら下も賑わってていいよね。下がね割とね砂な感じ、ゴツゴツしてないんですよ。うん、ここねブリ、まあサイズね、ワカシイナダ、ワーサブリ、まあいずれにしてもね、結構下方向ホールへのねアタックっていうのが結構多いんで、早く誘ってスイッチ入れてね、実際に食ってくるのが下向きの動き、こういうことは結構よくあることです。でその時のねやっぱりホール姿勢が安定してるっていうところがね、マッシブ備わってるんで、そういうところでちゃんとアタックしてくる、まあ、スイッチを入れて食わせる、で速い動きにしてもね食わせの間っていうのは作らなきゃいけないんで、それがホール姿勢であったりとか、あとは滑走する距離大きさ、そういうところが結構重要になってくるんで、ね、まあ、マッシブ目指したのはね、ジガロ、すでにね出てるノーマルのジガロのあの
レスポンスの高さ、あれをこのコンパクトなボディでも、しっかりとその遺伝子を受け継ごうという形でね、どうしてもねこう塊感の出るボディになってくるとね、そのレスポンスっていうのが当然こう滑走する方向に対するね投影面積が大きくなっちゃうんで狭くなるのはしょうがない。なんだけどその中でも、高いレスポンス、求めていこうという形でね、こんだけねコンパクトなシルエットなんだけどしっかりとロッドワークに対してアクションしてくれるというのがねこのモデルの特徴です。今は潮目機体100メーターぐらいのところにねうっすら潮目が入ってる、そこれをちょっと今期待して釣ってるような状況です。で正面がね若干浅いで左にゆっくりしたがって少し掘れてるようなイメージ。おっかい、マッシブ80、今湯吹いてたフルキャストした先に着生からのね少し痛いですかね。で今、ナブラーねだいぶもうついちゃったんですけど、そっからね今かなり気が高くなってるタイミングですけどね、なんとできたね。ロツはね、103のこの不正値1000倍での2号にね、マッシブが 80g 下から多分ね、追って振ってきた感じ、少し体重良くなったんじゃないかな。よしよし、お、あ、ごめん平子、うわー、やべ、ごめん、ヒラゴだ。お、変わった。いる。変わりました。だいぶね到着してから、今、1時間半ぐらい経ったんですけど、風がね、始めて、これもね実は状況変化の一つでね、魚が口を使いだと一つのきっかけになる。水面が少しラフになってくると好転する場合が結構多いんですね。ちょっと同じ場所行きます。今触りました。自分の立ち位置から見て右が少し浅いです。で徐々にこう深くなってるイメージで、その今ね斜面本当になだらかだと思うんですけどもね、そこの沖なんでフルキャストした先最初のね、アクションかけてるところで変わってきますね。こんだけ、今、正面ではないんですけどね、右斜め上方から風を受けてるんですけど、しっかり、キャストできる。これもねマッシブのおかげです、ね、バックに今グリーンを入れたね、紫外線で発光する、UV カラーをねゼブラ状に入れてるカラーなんですけども、ノーマルの反射系で反応しないときもね、UV カラーリングで、反応してくることがまあまああるんで、ローテーションの中の一つという中ではね、常にボックスの中に入れてる一色なんですけども、なんとなくあれね、浅いところにこう競ってきた魚やっぱり歩きがあるんだろうね。だからそこに魚入りさえすればこうパパッと走ってくる感じで、
今みたいにちょっと渋い状況だとその手の方に入ってこないから深いところに入ってるであろう魚をちょっと釣っていくようなイメージです。時間によって少し狙い方が変わりますよね。で結構往々にしてあるんですけど、こう全く魚抜けちゃったかなって思われるぐらい反応がない時でも下の方にはね魚いて、まあ追い切らないとか食い切らないとか、ね、そういうことも十分考えられるんで、そういった魚に対して今度アピールしていく方法に今度シフトしていくとか、で仮にねある程度アクションを大きくしてスイッチ入れていっても、今まで例えば下から半分以上、誘い上げたところをある程度下の方にシフトしていく。いやその中でねバイトまで至らなくても何かしらこうじゃれてくるようなね反応が出てくれば、それをきっかけにこう実際に釣っていくまでの方法が組み立てられるヒントになるので、まずはちょっと今手を変え品を変えね反応が得られればまずは第一段階この時間帯をクリアするヒントきっかけになるということです。じゃあ、頑張ったよ。いいサイズだったね。いやー、痛恨だな、今のは。今のは完全にこう、アプローチ変えてね、ジャカ巻き。出たところでいいバイトでしたね。うわーちょっと今日バラシが多いね。 UV に反応するグリーンバックのねグリーンのゼブラなんだけど、グリーンの UV で、うわーちょっと同じアプローチもう一回行こう、ね、今みたいにこうワンピッチで反応がない、ね、ピッチ落としてってもダメっていうところで今逆に、ジャカ巻き竿ねロッドワークを入れていくときに同時にリーディングを全てに加えていく、まあ、ショートピッチのハイスピードのアクションなんだけど、そこでアタックしてきましたね。うわ悔しい、まあ、いるんですけどこの食わないっていう状況なんで、いかにそのスイッチを入れるか、多分普通にこう見せちゃうと追わないんでしょうね。それでまあ追わせるきっかけスイッチを、ね、入れるのが何かというと、今まあ、ある程度スピードっていうところが一つ多分ヒントになってくるんで、まあ、それを織り交ぜながらちょっとコンビネーション、追ってきたところで食わせるタイミング入れる、ないしはスピードで見てそのまま食わせちゃうか、この辺りでね探っていきますね。で海全体の今イメージとしてはあれですね、あのイワシがある程度接岸してるんで、まあ、それを追っかけて、多分発生の高い時間は割と小さい魚、小型のサイズのやつが上突き上げて、まあ、下の方に比較的いい魚が、まあ、ヒラマサ含めて入ってそうな雰囲気で、今、日が上がって餌が落ち着いちゃったところで、下にいる魚をこう釣って拾っていくような時間帯ですかね。よし、食ったおい、よし、食った、同じところでした、ね、フルキャストした先の少し深い方でしたね。この先触りが出たエリアです。あ嬉しい、これは若し、
かしました。よし、あー綺麗、マッシブロ、これは UV ゼブラです。